テルモ株式会社は東京都渋谷区旗谷谷に本社を置く日本の大手医療機器メーカー。医療を通じて社会に貢献するという企業理念のもと、医療機器以外に医薬品や栄養食品も手掛ける1921年設立の100年企業。一般にはダイオン系が有名だがテルモ全体の売上においてダイオン系が占める割合は1%未満。テルモは 良質な体温計の国産化に始まり、現在は、カテーテル治療、心臓外科手術、薬剤投与、糖尿病管理、腹膜透析、輸血や細胞治療などに関する幅広い製品、サービスを提供。160以上の国と地域で事業を展開している。日本初のディスポーザブル注射器、輸血バッグ、世界初の多孔質ホロファイバー型人工肺。 世界一細いインスリン用注射針など、世界初、日本初のオンリーワン製品を数多く開発、販売。また、市場シェアが高い製品も多く、世界では、カテーテル治療に使用する、ガイドワイヤー、心臓外科手術で使用する、人工肺、献血で使用する成分採血システム。日本では、点滴関連のシリンジポンプ、輸液ポンプ、注射器、点滴チューブ。 有益製材、測定機器の血糖測定器、体温計などが挙げられる。2018年10月にトピックスラージ72、組み入れられるなど、株式市場での評価も高く、グローバルの医療機器市場で、海外競合にごする、日本メーカーとして、オリンパスと双璧をなす。なお通称は、テルモだが、株式会社、テルモという無関係の別企業が存在する。テルモの歴史は、 大きく四つに区分できる。体温計の専業時代、感染防止目的からディスポーザブル製品に業用を拡大した時代、医療の進化、低侵修化に合わせて人工肺やカテーテル製品に領域を拡大した時代、海外企業の買収でグローバル化を加速させた時代である。テルモは第一次世界大戦の影響で輸入が途絶えた。 良質な体温計を国産化するために、北里芝三郎をはじめとする医師らが、発起人となり、1921年に設立された。第一次世界大戦が勃発した1914年頃、日本では輸入に大きく頼っていた、体温計が不足。技術者の竹内英二は、竹内テルモ製作所で、体温計の製造販売をしていたが、同事業は、 資金的に行き詰まり、知人であり、東京医師会会長の笹川明造に援助を求めた。医師の間に、良質の体温計を望む声が強いことを知る。笹川は、竹内の事業を中心とした会社の設立を進めた。その後の九百二十一年九月十七日、第2本医師会会長の北里柴三郎が、設立総会の議長を務め、笹川を初代社長として、 テルモ株式会社が誕生。社名、テルモの由来は、ドイツ語で、大温計を意味するサーモメーターから。なお、上述の通り、1921年以前も、日本で大温計は製造されていたため、大温計を初めて国産化したは誤り。設立から40年間、大温計専業だったテルモは、1963年に、 日本初のディスポーザブル注射器を発売し、供用を拡大した。1958年、感染症対策に、効果的なディスポーザブル注射器の開発を開始。注射器本体だけではなく、熱に弱いプラスチックの滅菌が可能な、新たな低温ガス滅菌法、ガスは投資金は通さない、包装材の開発などもいった。ディスポーザブル注射器は、当初は、もったいない。 意識から普及が遅れるも、1970年頃から大病院でも導入され、普及が進んだ。注射器以外にも、1964年に日本初のディスポーザブル注射針、1969年に日本初の血液保存液入り血液バッグ、1972年に日本初のソフトバッグ入り有液剤、1977年に、 ホローファイバー型人工腎臓、1980年に日本初のソフトバック入り高カロリー有液用基本液、ハイカリックと数多くのディスポーザブル製品を世に送り出した。なお、1974年に現社名のテルモ株式会社に称号を変更している。1982年に世界初の多孔質ホローファイバー型人工肺、キャピオックス2を発売。 1985年には血管増栄用カテーテルシステムの一つであるラジフォーカスガイドワイヤーを発売。それぞれの発売により心臓外科手術と心臓カテーテル治療分野に参入することになった。また心臓治療領域ではないが、1983年の電子体温計、1988年の腹膜透析システム、キャブディール、 1989年の世界初の消化体栄養剤、エンテルウード、1989年のプラスチック製、真空採血管、ベノジェクト、1993年の血糖測定器、メディエース、1995年の経費的、補助循環システム、1998年の医薬品、同根注射針、K-PAC-2 など、現在の基盤となる製品もこの時代に多く、 発売された。なお、素行の製品であるガラス式体温計は水銀の環境影響が考慮され、1985年、その生産に幕を閉じた。テルモは、1971年のテルモアメリカ社とテルモヨーロッパ社を皮切りに、複数の海外市会社を設立していたが、1999年以降、以下の4つに代表されるクロスボーダー買収で、 急速にグローバル化を加速。これら以外にも10近い海外企業、事業の買収を重ねてきたこともあり、100社に及ぶテルモの連結市会社は9割以上が海外法人で、それぞれ独自の歴史と企業文化を持っている。このような状況下で2019年4月には企業理念体系を整理し、世界中の社員をつなぐ共通の価値観である。 コアバリューズを新たに制定した。一方で、既存事業でも、白血球除去フィルター付き血液バッグ、イムフレックス、国産初の冠動脈ステント、薬剤溶質型ステント、プレフィルドシリンジ、クローズド輸液システム、シュアプラグ、高カロリー輸液用総合ビタミン、等、アミノ酸、電解質液、フルカリュック、世界一細いインスリン用注射針、ナノパスニードル、 通信機能フバイタルサイン測定機器シリーズ、HR ジョイント、日本初のスプレー式輸着防止剤、アドスプレー、日本初のパッチ式、インスリンポンプ、メディセフウィズなどを発売。テルモは、買収だけではなく、既存事業の成長と、買収先と既存事業のコラボレーションによる、付加価値喪失で拡大を続ける、グローバル企業になろうとしている。 2019年に発生した新型コロナウイルス感染症のテルモへの業績影響と関連製品は以下の通り。テルモはコロナ銘柄として業績拡大すると誤解されがちだが、同社の見通しでは新型コロナウイルス感染症はテルモ全体の売上利益にマイナス影響を与えると説明されていた。実際に、 2021年3月期の通期業績は2009年3月期以来12年ぶりの減収減益となった。一部、工述の関連製品で需要増加はあるものの、新型コロナ対応を優先する医療機関の手術延期と患者の受診抑制が減収減益の主な要因である。自社開発品では、経費的心肺補助システム、対外式膜型人工肺。 キャピオックス EBSM7、体温計、パルスオキシメータ、ー、注射器、成分採血装置、トリマ、血液成分分離装置、スペクトラオプティア、病原体低減化装置、ミラソル、導入品では、紫外線照射装置、ライトストライク、手指消毒剤、合状、ピュレルなどが、コロナ禍で治療、予防に貢献してきた。連結し、会社101社、 持ち分法適用関連会社ご社、ありがとうございます。